対日産自動車株式会社は、1973年に設立された日産自動車のタイにおける自動車生産を行っている企業で、サムットプラーカーン県バーンサオトン郡のバングナ、トラットロードに工場を有する。取締役社長は、長谷川徹。旧社名は、サイアム日産オートモービル並びに、サイアムモーター&日産。1973年、タイ王国内大手企業サイアムグループの自動車販売部門に、日本から日産が加わる形で開始された。最初は、ダットサントラックが生産投入されて以来キャブスター、サニー、パルサー、ブルーバード、ローレル、スカイライン、セドリック、アーバン、200SX、280Z から 300ZX と続いて投入された。ダットサントラックについては、その後、ビッグ M として生産販売され現在は、ナバラ、フロンティアにフルモデルチェンジされてもタイ国内では、好調な販売台数を誇る。ライバルのトヨタハイラックス、イスズファスター、マツダ B シリーズ、三菱、トライトンなどに引けを取らないほどである。また、一回り小さいサニートラックでも、生産、売れ行きは好調で後に AD ベースのピックアップトラック、ウィングロードへ、モデルチェンジされても好調であったがこちらは現在、フロンティアに変更された。サニーは B-11 が1990年まで生産された。また、タクシーの需要が増加傾向を機に B-13、B-14 が投入されるようになる。この中には、セントラ RZ-1 もあった。後には、ブルーバードシルフィをベースとしたサニーが2005年まで生産していた。現在は、ティーダラティオが生産している。セドリックについては、2000cc の L4 からデラックスと日本未販売の V30SGL セダン、2000ccL4、R6、V6 ステーションワゴンがあった。430の一部と Y30 から33までのハードトップには、ブロアム VIP として販売されていた。この中には、Y32 シーマも含まれていた。当初日本専用車であったプレセアは、日本国内の販売が不振であったことを受けて、海外仕様として販売していた。最高級車のプレジデントは、主に主要ホテルや大使館向けなどの公用車として販売されていた。ローレルは長らく 2400cc 車を投入してきたが、セフィーロに交換された後は販売終了した。そのセフィーロは AA31 当初は輸入。AA32 からは生産販売となった。最終型の A33 までされた後に、現在のティアナに至る。ティアナは、日本未販売のスポーツモデルが存在する。スカイラインは 2000GT のみを受け入れていた。日本製と豪州製を合わせて、R31 までは輸入されていたが、その後は途絶えた模様である。日本名キャラバンのアーバンは、日本ではキャラバンシルクロードに相当するロングボディ車が、圧倒的に多くライバルのトヨタハイエースとは引けを取らないほどの販売を誇る。なお、アーバンは日本からの輸入である。エクストレイルは 2500cc のみを受け入れている。上記の日産の東南アジアでの自動車生産、販売、輸出入を主に行っており、その多くが東南アジアもしくはオセアニアに流通する。加えて、2010年からは日本向けのマーチ、2012年からは日本市場向けのラティオも手掛けている。日本向けのマーチやラティオは陸揚げ後追浜工場でプディで検査を自前車で実施。日本国民の不安を避けるための措置である。車検証での社名は日産 MT となる。蒸気車種に加えて日本からの輸入車、販売終了車。ありがとうございます。